岸優太29歳誕生日。平野翔神宮寺優太と過ごす温かい瞬間。平野さんがケーキの一部をうっかり落としてしまうという小さなハプニングが起こった。ケーキを食べる平野の姿が SNS で話題となった。9月29日、岸優太さんが29歳の誕生日を迎えた。この日は、ファンにとっても彼にとっても特別な意味を持つ一日となった。誕生日を迎えた岸さんは、 長年の親友である平野翔さん、神宮寺勇太さんと共に祝う機会を持ち、その瞬間は多くのファンの心を温めるものとなった。SNS では彼らの誕生日パーティーの微笑ましい様子が次々と共有され、笑顔や感動が広がった。特に印象的だったのは、彼らの和やかなやり取りと、見ている人々を和ませる自然な瞬間の数々だった。その日、3人はいつものように自然体で、 まるで家族のような絆を感じさせた誕生日ケーキの前で岸さんのために祝福の歌を歌い終わった後、平野さんがケーキを切り分け、仲間たちに分け与えた。ところがその過程で、平野さんがケーキの一部をうっかり落としてしまうという小さなハプニングが起こった。しかし、これがまた微笑ましい瞬間を生んだのだ。平野さんはすぐに手で顔を隠し、恥ずかしそうに笑みを浮かべたが、 その笑顔はどこか照れくさそうでありながらも、温かさに満ちていた。この場面を見ていたファンたちは、その瞬間を愛おしく感じ、SNS 上で多くの人がその可愛らしい姿にコメントを寄せた。この出来事を通して、彼ら3人の間にある深い友情と互いを理解し合う姿勢が再確認された。日常の中で起こる何気ない出来事でも、彼らはお互いを尊重し、些細なミスやハプニングさえも笑い飛ばし、 さらに絆を深めていくこの姿はファンにとっても大きな感動を呼び起こし彼らの関係性がどれほど特別であるかが改めて伝わってきた特に SNS 上で話題となったのはケーキを食べる平野さんの姿だ誕生日のケーキを一口一口味わう彼の様子はまるで何か特別な瞬間を楽しんでいるかのようでファンたちはなんて可愛いんだろうと一斉にコメントを寄せた その純粋で無邪気な姿が、ファンにとってはまた一つの忘れられない思い出となった。また、騎士さんが、ごめんね、ショーと言った時の表情も、可愛らしさと優しさが溢れており、その瞬間は多くの人にとって特別なものとなった。このように、彼らの関係は表面的なものではなく、何年も共に過ごしてきたからこそ気づかれた深い信頼と理解がある。それは、 日々の小さな出来事を通じて感じ取ることができるものであり、今回の誕生日のシーンはその一例に過ぎない。平野さんと神宮寺さん、そして岸さんの3人は、それぞれのキャリアの中で多くの困難や試練を乗り越え、共に成長してきた。それが彼らの絆をより一層強くし、またファンたちにとっても感動を与える理由でもある。彼らの友情は、単なる、仲が良いというレベルを超えている。 お互いを思いやり、どんな状況でも支え合う姿勢は、まさに家族のようなものだ。そして、その家族的な絆が、こうした日常の一瞬一瞬に現れている。特に、ケーキを一緒に楽しむというシンプルな行為が、ここまで多くのファンに感動を与えるのは、彼らが長年にわたって築いてきた関係性がいかに特別であるかを物語っている。岸さんの誕生日を祝うこのシーンは、 ファンにとっても忘れられない瞬間となり、彼らの友情が今後も続いていくことを確信させる出来事だった。また、この出来事は、彼らのこれまでの道のりを振り返る良い機会でもある。ファンは、彼らが歩んできたキャリアを支え、応援してきたが、彼ら自身も互いに支え合いながら困難を乗り越えてきたことを改めて実感した。誕生日という特別な日を迎えた岸さんにとって、この瞬間は新たなスタートでもある。 29歳という節目を迎え、これからの未来に向けてどんな挑戦をしていくのか、ファンたちは期待に胸を膨らませている。そして、その傍らにはいつも、平野さんと神宮寺さんという心強い存在がいることは間違いない。今後も3人が共に過ごす時間が続き、ファンたちにさらなる感動と喜びをもたらしてくれるだろう。彼らの友情は、これからも多くの人にとってのインスピレーションとなり、 日常の中での小さな幸せや感動を共有し続けてくれるに違いない。岸優太さんの29歳の誕生日を祝ったこの日のエピソードは、彼ら3人の友情がいかに特別で深いものであるかを再認識させる出来事となった。ファンは、この小さなケーキをめぐるハプニングを微笑ましく受け止め、彼らの日常の何気ない瞬間に感動を覚えた。平野翔さんがケーキを落としてしまったという一見些細な出来事も、 ファンの目にはただの失敗として映るのではなく、3人の間に流れる温かな空気感や長年培ってきた信頼の表れとして捉えられているのだ。この瞬間を通して、彼らの関係がいかに自然でリラックスしたものであるかが垣間見える。3人の友情には、単なる親友以上の何かが存在している。それは、デビュー当時から共に歩んできた年月が培ってきたものであり、互いの強さや弱さを理解し、 どんな時もお互いをサポートする姿勢に現れている。音楽業界やエンターテインメントの世界で数々の試練を乗り越えながらも、彼らは一貫して支え合ってきた。ファンは、その姿に感銘を受け、彼らの友情に憧れを抱く。時にメディアのスポットライトを浴び、華やかなステージに立つ彼らだが、こうした日常の小さな瞬間が、彼らの本質的な魅力を引き立てている。特に今回の誕生日でのやりとりは、 彼らが互いをどれだけ大切に思っているかを示すものであり、ファンもまたその姿に深く共感した。ケーキを分け合い、失敗を笑い飛ばす姿、そしてお互いに、ありがとう、と言い合うシーンは、まさに彼らの関係を象徴していると言える。こうした小さな行動の一つ一つに、長年の絆が染み込んでおり、それがファンの心に響くのだ。さらに、SNS 上でのファンの反応もまた興味深い。 多くのファンが、平野翔さんが岸さんのケーキを食べてしまう様子に、なんて可愛いんだろうと感嘆し、その無邪気さに心を奪われた。岸さんが、ごめんねと平野さんに謝る瞬間さえも、ファンにとっては愛おしい場面となり、多くのコメントが飛び交った。このように、彼らの一挙一動はファンに大きな影響を与え、感情的なつながりを強く感じさせる。こうした誕生日のお祝いは、 彼らののの未来に向けての希望を示すものでもである岸さんが29歳という節目を迎えた今彼が次にどのような道を歩むのかそしてそれに平野さんや神宮寺さんがどのようにせきわっていくのかが注目されている特に近年彼らは個々のキャリアにおいても多くの成功を収めてきた平野翔さんは俳優としてもアーティストとしても活躍の幅を広げ神宮寺勇太さんもまた多方面で才能を発揮している それぞれが異なる道で輝きを増していく中でも、こうした友情の瞬間が彼らを一つにつなぎとめていることは、ファンにとって安心感と喜びをもたらす要因となっている。また、岸さん自身も新しい挑戦に向けて意欲を見せており、29歳という年が彼にとってどのような飛躍の年になるのか、多くの人が期待している。彼の謙虚さや人柄の良さが、これからも変わらずにファンの心をつかんでいくだろう。一方で、 平野さんや神宮寺さんも同様に、それぞれの道を進みながらも、共に歩む姿勢を崩さないことが予想される。このように、彼らの友情は時間と共に進化し続け、その絆はますます強固なものになっている。この先、どのような困難や新たな挑戦が待ち受けていようとも、彼らはきっとお互いを支え合いながら前に進んでいくことだろう。それがファンにとっての最大の喜びであり、彼らを応援し続ける理由でもある。 誕生日のケーキを分け合うというシンプルな行為が、これほど多くの感動と意味を持つのは、彼らの関係がただの仲間以上のものであるからだ。そしてその絆は、ファンだけでなく、エンターテインメント業界全体においても貴重な存在として輝いている。今後も彼らの友情が続き、それがまた新たなストーリーを生み出すことを、多くのファンが楽しみにしているに違いない。